子でも男の子でも同じことじゃ。愛する星に生まれて愛する人と出会って、一石見たる道だから。悲しみ喜びもあり、優しいそれでも立ち上がるだろう。大の大人でも初心者がある、同じことじゃ。初めて恋をした時どうしていいかわからず、大きな音で曲聴いた。苦手な人だからこそ大切だろう。Oh yeah!